ボチャンネルです。もうご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日は、かいちゃんの、車、キャンピングカーをね、鳴らしを兼ねて、荒川の桃を買いに来てます。若いままででね、結構人気なんで朝早く並ばないとあかんので前乗りして近くの道の駅で車中泊させてもらって、で朝一、並びたいと思ってます。結構ハードな道やだな。うん、愛ちゃんちょっとブロッキーやな。うーん、かわいそうにな。今日車中泊するとこが清州の里ってとこかな、道の駅。何年か前になんかリニューアルしたらしくてすごい綺麗になったっていうことで一回ちょっと試しに行ってみたいと思います。桃がなってるなってるなってる、すごい景色やな、見て、まあまあハーフな道をサイバーナビに案内していただいて、いつもいつもありがとうございます。あのカロッツエリアの人に声届いてるかな。もうちょっとなんか AI かなんかで、これはもうお父さんがカロッツエリアに就職するしかないで、この年そう、もう52や、うん、僕にはやりたいことがありますかなんか言って文句しか言わない。ちょっとこう車の近いとこばっかり、先なんか道崩落してたもんな、端っこのなあ、そこを案内するんだ。アイちゃん着いたよ。これか、静かそうやなかな。よいしょ、まあ、とりあえずここで行くかい。はい、ここも微妙な坂、あっちも駐車場なんかかもな。あ、ちょっと寂しい。すごい坂やな。そこはマシか、この橋がマシ。坂やな、ここ全部坂やで。そうやな、向こうか行こうか。なんかニャンニャン言い出してる。ニャンニャン言い出してる。うん、ちょっと履いたんかな、履くんかな。早くちゃん取れる。はい、もうちょっと。あ、履く。かわいそう。アスレチックスロープです。ゆっくり進んでください。夕日100選って書いてあるんで、沈むのここから、ほら、はい、寝たけ道の駅清州里やな。清州やな、花岡人の名前やからな、清州の里やな、うん、で、車中泊させてもてます。今からご飯食べます。いただきます。いただきます。今日は、
地元のライフで買ってきました。ここ売ってんねんな。でもな、あかんねん、ここでは買えへんで。みんなが買ってるとこで買う。な、ゆうちゃんはゲロ吐いて疲れて寝てます。ゆうちゃんちゃうで。あ、じゃあ、あいちゃんや。ちょっと頑張らせすぎたな、今日はな。気付けな、まさか、しかもなんかもうもうほんまに到着したあと数メートルバックしたらもう駐車できますよっていう時に吐いたな、かわいそうなことして、かわいそうやった。まだまだ旅芝には慣れてないな。早止めてくれへんから俺のせいな。じゃあサイバーナビが悪いんやね。止めろ。サイバーナビがまた変な道を片側もあの崩れてるような道を案内するからかね。で、あなたはいつも通り食べません、ご飯。なんか並ぶやつは安いやつやな。そう、ちょっと傷もんやったりとか、その規格外のやつが茶箱って言ってに入ってて、いっぱい入ってて安いな。それを結構みんな目当てで買いに来てあって、それが並んで買わなあかん。桃のパフェ食べて帰ったり、とうとう湾やったっけ、もう有名なとこにな。そこも並ぶみたいやからな。無理じゃん。何を持って無理って言うてんの。え、だってまた一緒かなあかんねん。テラス席は行けんねん。なんか OK、OK なんじゃ。ゆうちゃん、そこおったらあれはお父さんビール取ってもらえるよ。けどな、自分で取るから。いや、無理やな、ね、いや、かわいそう。なんかけるよ、なんかかわいそう。かわいい、かわいい、かわいいね。お父さん、動いてあかんで、ね、パンチパジャマ忘れてんなお母さんが。そうや、パンチさん。あれ、キンキンに冷やしといた。爆睡してて目開いてすぐ水飲むってな。天気。さあ、道の駅清州の里、お世話になりました。ありがとうございます。で、今から、荒川の桃の直売所を目指していきたいと思います。愛ちゃんは落ち着いてません。まだちょっとな、乗り始め最初ちょっとこう興奮状態で、だんだん落ち着いてくるんだけど、落ち着く場所がないねんな。それは勇気を持たないしようよね。なあ、頑張ろうね、愛ちゃんね。すごいとこやな。山かね。山と山の間、山間な。え、天気やな、今日な。暑くなりそうやな。から並ぶかって言ったら並ばんやろ。並ばへん。そやろ。もうそれとはもうちょっと高い値段買うてさ、買って買えるかなっていう。あの、あれよ、ライブとかなんかそういうのやったらで並べちゅうやったら並ぶけど、あの、買えたらラッキーぐらいな感じな。その茶箱で安くで手に入ったらラッキーぐらいな感じで、6時半からバチッと並んでな。いやいや、格安でもうゲットしましたっていう。でもそれぐらい美味しいってことなんやな。いやいや、まあ今日だから安くてこの値段でこんだけ買えて、その労力を惜しまん人が多分朝一からなるね。
前。そうとはなるか。これか。これや。駐車場満車って書いてる。満車。およそ700m先、右方向に右折レーンがあります。気をつけてよってミラーケツから入れていい、ケツから入れていい、うん、何でもいい、好きなように出やすいとこ止めて、ありがとうございます。危なかったわ今ミラー見てなかったすいません、何と思って、ありがとうございます。まあまあ風が強いと到着しました。見ていこうか、はい、はい、桃の直売所並んできて整理券もらってきました。出遅れた結果71番72番になりました。9時オープンで9時はまず無理かなって言われたな、うん、でちょっと今の時期なんか桃がすごい不足してるみたいで、全員に行き渡るかどうかわからん、多分並んでる人分ぐらいはあると思うと言われたけど、農家さんが持ち込む時間がもうちょっと遅いから多分10時とかそれ以降ぐらいになるんちゃうかなということでした。まあでもこれ並んでないと順番来た時に似てなかったらすっ飛ばされるみたいなんで、もうキャンセル扱いになるみたいなんで、適当な時間見てまた並びに行きます。はい、ちょっと舐めてたね。はい、はい、まあでもこういう時でもねキャンピングカー待てるから、他の人も普通の乗用車で待ってる人がほとんどやから大変そう。さあちょっと桃の順番見に行きます。でもおそらくまだやと思われる。まあ、でも順番な、そう飛ばされたら何でもないからあかんからな、とりあえず一回ちょっと行ってみて、うん、みんなでごてーってなってはるなあ、あの人らはもうすぐ順番やから待ってる、違う、多分もうまだの違う人、あその後の人やと思う。あそうか、後から来て並んでるやと。ほい、じゃあ買ってきましたよ。無事買えたね。買えたね、よかったな。ありがとうございます。無事買えました。はい、並んだな、暑かったな、1時間ぐらいかな、あ帰る、まあ、帰っただけラッキーかな、うん、せっかく来たからな、帰ってよかった。もうでもあと1軒しか来えへん言ってた、あれが最後やったらさ、うん、余裕で無理やん、だって250番ぐらいまで配ってたでけ、暑っ、思ったらめっちゃ重たいで。あそう覗いてるわ覗いてるのがおります。よいしょ、ただいま、ただいま、よいしょ、桃買ってきたよ。お待たせやったね、寝て待ってた人たち、よいしょ、一人は違うか、さあ桃買ってきました、激戦やな、はい、いやすごかったな、なあこれやっぱ平日に来なあかんね、もともとなんか桃が出来が悪い言うて数が少ないって言ってたから余計に激戦になったね。桃やな、なあ桃一色やな、荒川の桃って食べたことないよな、多分スーパーではあると思う。あそう、でもなんかおっちゃんが言ってたのはその桃の収穫がすごい少なくなってるから、その湿めてるところも多い、高温やからか水不足やからか分かれへんけど、まあ入るだけ入ってみようか。みんなこれあれやめたんかな、入ったけど1台出た、うわめっちゃ並んでる、うわこれわかんわ、これ無理、やめとく、うん、やめとくか、いや
いやいや、すごいやん。だってこれ店の中も並んでるやろ。あ、そう。あ、めっちゃ並んで、これ無理やな。うん。たら、この小市場やな。はい、お待たせでした。あ、いい、大丈夫だよ。よし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 。いやー、すごかったね。あ、鳴ってるわ。市場に近づいてきましたよ。なんやかんやで。あ、マルコ、マリナシティの。うん。お客様駐車場、お買い物専用駐車場。お買い物専用駐車場ってあったで。どこ？マリナシ、あの、あれ、黒潮市場の。どこにあった？でもこっちあった。こっち？あ、こっちあった。追ってた。こんにちは。入れ、入れます。高さ制限3メーターぐらいの。3メーター、はい、80。いや、3メーター3メーターやったらギリギリいけると思いますよ。その屋根とかなしで。あ、そこに入り口に屋根あるんですよ。あ、はいはいはい、ギリギリいけると思うんですけどね。あ、そう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。黒石温泉か、うん、なんか温泉入ったら2時間無料やねって駐車場、うん、で買い物しても1時間無料で、パッと行って帰ってきたら1時間ちょっとね、あったら出られへん。暑いしな。さあ、黒潮市場にやってきましたよ。駐車場からちょっと歩かないといけないので歩きます。ポルトヨーロッパが見えております。というわけで、はい、あの黒潮市場か、はい、行ってきました、はい、晩ご飯のおかず買って帰ろうかな思ったけど言うほどなかったね。なかったな。お昼だけ。そう、びっくり。お寿司と、うん、お寿司な、巻き寿司と、お寿司な買って贅沢したわな。あ、美味しかったね。でも晩ごね、うん、美味しかった、うん、暑かったな。あかん、こんな時出かけたら。なあ、もうベタベタのドロドロやもうすごいな外でようあんな遊園地みたいなポルトヨーロッパあるけどようやってるなと思うな。あれ乗り物のお尻めっちゃ熱いで。でもあれやな、シュールやったな。あの放送流れ出たやんあの熱中症アラート出てるから外出控えてって書いて内で言ってたやん、ポルトヨーロッパのアナウンスで流す感じ。はい、今から大阪に向けて帰ります。はい、愛ちゃんはまだちょっと落ち着きません。まだまだちょっと旅芝になるにはちょっと時間がかかりづらいね。落ち着かない人とこんな感じの人と旅芝になるとこうなるな旅芝になれるとそう。でもその旅芝の上にドカーンとはあの乗っかるからな。え、ちょっとやめてってなってゆうちゃんがはい、みんなまた、はい、次の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録、高評価お待ちしております。どうもご視聴ありがとうございました。